キプロス王国は中世のキプロス等を支配したラテン系の王国で十字軍国家の一種である。第三回十字軍の際に十字軍に征服され、その後はエルサレムから追われた十字軍国家、エルサレム王国の末裔が統治した。イングランドのリチャード一世は十字軍としてエルサレム王国救援に向かう途中、彼のイングランド艦隊の一部が嵐に遭い、 地中海の東ローマ帝国領キプロス島に漂着した。この頃、ビザンツ帝国の皇族のイサキオス・コムネノスがキプロスによって反乱を起こし、帝国から自立していたのだが、彼はイングランド艦隊の漂着船に乗っていた乗組員らを捕獲、監禁した。その後、リチャード王の妹ジョーン等の花嫁ベレンガリアが乗った船が嵐で漂流し、同じく キプロス島にたどり着いた。しかし、イサキオスは彼女らの下船も許さなかった。この後すぐ、リチャード王は艦隊を引き連れ、キプロスに到着した。リチャード王は、最初はキプロスを占領する意思はなかったのだが、イサキオスのこれまでの悪行を聞きつけると、イサキオスを討伐すること決意した。この時、イサキオスには、政敵である、ビザンツ帝国皇帝。 アンゲロス家から自らを守ってもらうためにサラディンと密約を結んでいるという噂が立っていたこともこの決意に影響していると言われている。そんなキプロス島は非常に戦略的に重要な拠点であり、聖地遠征の前線基地にはもって恋の島であった。それゆえ、前述のイサキオスの悪用のこともあったリチャード王は島を占領することを決めた。そしてイングランド軍を リマソールの浜辺に上陸させて、キプロス軍と対峙させ、イングランド級兵、重装騎士に、それを援護させた。コムネノスとその家臣らは、夜までに丘の上に撤退したが、リチャード王はそれを見つけ出し、彼らの野営地を襲撃した。またしてもコムネノスは、数人の友と逃げをせた。翌日、キプロスの貴族らは、リチャード王に降伏し、忠誠を誓った。 それからしばらくして、コムネノスは、リチャード王に対して2万マルクの賠償金と500人の重装騎士を提供し、リチャード王の妹と花嫁を引き渡し、また彼の前行の担保として、自身の居城を差し出した。しかしコムネノスは、リチャード王の気が変わって、自身が殺されてしまう恐れを危惧し、蒸気のものをリチャード王に提供した後、再び逃走し、 カンタラの砦に逃げ込んだ。5月12日、リチャード王は花嫁ベレンガリアとの結婚式をキプロスにて取り行った。それより数週間後、コムネノスはボートでビザンツ帝国本土に逃げようと試みたものの、キプロス島東端の岬に流されてしまった。彼はリチャード王に捕まり、シリアのマーカポススの城に遊兵され、そのまま亡くなった。走行ううしているうちに、 リチャード王は再び聖地への遠征を再開した。彼は、ギード・リュジニアに率いる十字軍の援軍と合流して、そのままアッコンへと旅立った。その際、リチャード王はキプロスにリチャード・オブ・キャンビル、ロバート・オブ・ソーナムの2人の家臣を守備隊長として残していった。リチャード守備隊長は、彼に反発したキプロス住民の財産を押収した。また、彼は、 キプロスの法律と伝統を維持する代わりに、その住民らに50%もの大賛税を負担させた。そして住民らに顎ひげを剃るよう命じた。守備隊らの圧政への不満を高めたキプロス住民は、イサキオスの親族らを要して反乱を起こしたが、ロバート守備隊長によって鎮圧され、反乱の首謀者は処刑された。その際、リチャード守備隊長は、ロバート守備隊長が行った、 反乱の首謀者に対する勝手な処刑を非難した。キプロスの王位を主張する者をリチャード王の承認なしに処刑することはイングランド王家に対する侮辱であるとみなしたからだ。イングランド統治下におけるキプロス島の歴史はクローニクルオブモアビーに詳細に記されている。このモアビーの修道院長とロバート守備隊長が遠赤であったこともあり、内容はロバート守備隊長によるものが多い。 ギーはもともとフランスの騎士で十字軍としてエルサレムに赴いた。その後、十字軍国家であるエルサレム王国の王女シビーユと結婚し、後にシビーユがエルサレム女王に即位したため、その共同統治者となった。ところが、1187年にイスラムの英雄サラーフティーンにハッティーンの戦いで敗れ、エルサレムまで脱回され、ティールの港に追い詰められた。 リチャード一世羅の来園は、エルサレム王国救援のために派遣されていた。ティール港は、ベネツィア、ジェノバ、ピサの商船が集まるレバント貿易の重要港で、ティールを抑えているギーには、エルサレムを失ったとはいえ、莫大な関税収入があった。ギーは、サランフッティーンにおうとされれば、キプロスに逃げていくつもりだったのだろう。この島は後に十字軍国家にとって、 重要な広報供給基地となる。1194年にギリーが没すると、エルサレム王国はシビーユのイボイモトにあたるイサベル・一世に継承された。一方キプロス島はギリーの兄であるエメリード・ルジニャンに継承された。エメリーは1197年にエルサレム女王イサベル・一世と結婚し、女王の配偶者としてエルサレム王も兼ねた。 1205年エメリーが没すると、キプロスはエルサレム王国から分離し、以後300年にわたって、リュジニャン王朝が支配する。1291年に十字軍勢力の最後の拠点として、シリアに残されていたアッコンがマムルーク朝によって陥落すると、キプロスは最も、シリアに近いキリスト教徒側の拠点という位置から、レバント貿易に従事する。 人々の間で重要性が高まった。この結果、キプロスをめぐって、ベネツィアとジェノバの間で対立が深まり、1373年には、ジェノバの艦隊が島の南西に位置するファマグスタを占領するという事件も生じた。キプロスは東地中海における西欧最後の拠点として、悪根艦落語もたびたびとされた十字軍遠征やイスラム勢力攻撃の基地となった。 聖地騎士団、イタリア諸都市、西欧各国と組んだ、キプロス王国は、14世紀には、たびたび小アジアやエジプトを襲っている。一方、キプロス王家は、後継者争いやマムルーク長などのイスラム国家との抗争のために疲弊し、イタリア諸都市に深く依存するようになっていた。中でもベネツィア貴族のコロナーロケとの関係は厚く、その支援に対して、たびたび特権を付与することが行われた。 また1464年に王位についたジャック2世は、その即位前にイボ妹と王位をめぐって争ったが、この時もベネツヤからの支援を受けて、これに勝利し、コルナーロ家の娘、カタリーナを妻に迎えている。しかし、ジャック2世は後継者の男子を得てほどなく病死し、ジャック3世となったその男子も溶接するとカタリーナが女王となり、 その16年後の1489年に彼女はキプロスを自らの祖国であるベネツィアに譲り、ここにキプロス王国はその幕を閉じた。リュジニアン朝、キプロス王国の主要経済は農業であった。それと同時に、島は西ヨーロッパと中東とを結ぶ重要な主要交易拠点はアントラポとしても活躍していた。交易拠点として栄えることで、 キプロスの農作物、最も重要な作物は砂糖であった。他にワイン、小麦、油、稲子豆などは広く取り扱われるようになり、キプロスの農業はより輸出志向が強まっていった。それゆえ、キプロス王国は、ビサンチン時代には最も繁栄する国となり、王国の港ハマグスタや首都ニコシアは大いに発展し、今日まで伝わる多くの歴史的建造物が、 この頃に建てられた。上記の2都市が繁栄する一方、他の諸都市は落ちぶれていった。しかし、リマソールパフォスキレニアといった都市は別の方向性で発展していった。特にリマソールでは農作物の輸出都市として発展するとともに、キリスト教徒の聖地巡礼者の途中滞在地として栄えていった。上記のような経済発展により、西方からも 東方からも多くの移民者が訪れるようになった。この中でもラテン人移民には経済活動に従事する者が多く、商人、職人、船大工、船長、居酒屋の主人としてキプロスで活躍した。なので、キプロス経済で大きなシェアを誇ったとされている。この時代、新しい産業がキプロスで注目され始めた。一つ目は洋業である。 キプロスでは特有の洋行が発展し、アッコンが陥落する1291年までの間、中東の十字軍国家に対してよく輸出されていたという。また、13世紀後半から14世紀にかけて新しい様式の織物産業も発展した。ニコシアに建てられたニュータイプの染め物工房によって、サミテやキャムレットといった絹織物が西ヨーロッパ、中東に広まり、 大いに取り扱われた。そして、ファマグスタ港は造船業の中心地となった。また、このような産業の発達を聞きつけた、ペルジケやバルジケといった、フィレンツェの銀行家たちもキプロスに集結した。産業の発達や農業の発展により、より多くの労働力が必要となったキプロスでは、奴隷の需要が高まり、ニコシアやファマグスタでは、奴隷市も開催されるようになったという。 キプロス王、ありがとうございます。